一番自然体でいられる瞬間って、お風呂、うん、誰に見られるわけでもないし、はい、お湯にこうちょっとこう浮かされてるこのなんかバブーみたいな気持ちがちょっと自然の中にいた時みたいな、思考ゼロみたいな、なるほどなるほど本当にこう何も木をてらってないし。続いて鹿児島県出身のモネさんが自然体でいられる瞬間は、方言で話してる時ですね。あ、地元の訛りで話してると、はい、やっぱりこう仕事じゃないので絶対に、はい、子供の頃の自分に戻れる言葉なのかなっていうのはあって。方言話してる時はちょっといつもと変わったりするんですか？声低いって言われます、方言喋ってる時の方が。なんかあるあるで聞いたことあります。あ、そうなんですか？僕から言って